こんにちは。ゆずきゆかりです。庭の梅の花がちょっぴり咲いていました。徳武士署の皆様はいかがお過ごしでしょうか。お疲れさん。それじゃ今日もダラランと研究報告をやっていこうか。かしこまり。それでは、ゆっくりしていってね。わしの地元愛を舐めてもらったら困るで。俺は島田誠二郎。それじゃあヘミヘミ転生研究報告をやってこうか。一気に報告書を飛ばしましたね。正直すまんかった。半年も前の今頃出すのもどうよとなってな。あと録画データがカクカクしまくってて出せる状態じゃなかったんだ。そういえばかなりひどかったですね。直近のこの録画データもカクカクしててな。あ、て、あ、初手、にじれあいただきました。アクターさんか、ダザーイさん。どちらでしょう。嬉しそうだな、ゆかり。うふふ。いや、また会ったね。今後ともよろしく頼むよ。アクターだった。歯車に洗車しているので、割とよく会っています。よし。じゃあこのまま5倍速していくぞ。かしこまり。やはりかなりカクカクしていますね。まあな、50分も撮ってあるから5倍速と BGM をちょっと差し替えてみた。それで先ほどからカリブっぽい音楽が流れているんですね。まあな。あ、でしたら私一曲リクエストしてもいいですか。いいぞ。後半の方に入れておくか。ありがとうございます。このあたりで気づくべきだったかな。何がですか。花風先生が谷順を連れてきてるってこと。慕っているやつを連れてくることが多かったってこと。ああ、なるほど。確かにそうでしたね。こたびはこっちでよいのか。おや、選書ボイス付きということは。フョードル・ミハイロビチ・ドストエフスキー。礼はいらねえよ。金なら喜んでもらうがな。ピザとストさん食べるか。ゲームが違います。この先で救いを求めているやつがいるね。仕方ねえな。フェイジャさん、シマッセイさん、ミー君さん、フィーさんの転生研究報告書はどうします。どうすっかな。カクカク動画だから倍速編集にしないとな。そうでしたね。まあもうちょい考えてみるか。先日 AI ボイスよりゆずる君をお迎えしました。お、新入りか。はい。どんなやつなのか楽しみだな。そうですね。どうやらAI ボイスゆずきゆかりも出るそうなので、今年は動画編集でいろいろ頑張りたいです。無理はすんなよ。かしこまり。ヘミヘミ転生研究はインク400縛りでやってたから、録画時間がやばいことになったんだけど、選書リレーでやると楽しくなってくるからやめられないんだよな。出るまでやってしまうので、またしてもインクがなくなってしまいました。明けおめ動画の時も言ってなかったか。ふう、次の転生研究までには安心できる量に戻さないと。安心しろ。次は上下イベントのようだぞ。え、本当ですか。やったー。やったな。そして、美少女、だぞ。でも、ちゃんと男性っぽさがあるキャラデザでしたね。毎日歯車へ洗車しているので普通に可愛い少年って受け入れてしまいました。お衣装大好き。
ていうか、めちゃくちゃお衣装可愛いじゃないですか。やばい、可愛い。語彙力さん爆発無双しちゃう。落ち着け、ゆかり。は、すみません。あまりにも好みのお衣装でつい。まあ、わかるけどな。そんなわけで、次イベントも楽しみですね。風俗所イベント、面白かったな。対人関係の二面性は、しんどいものがありますが、それはそれで美味しいので、大変楽しませていただきました。悪い顔になってやがる。前編の焦燥と、後編の焦燥の温度差に風邪をひくかと思ったな。前回のフィーさんを見ていたからな。ついつい、いけ、ギャツビー。ってなっちまったな。あとミメシスのモフモフがやばい。モフモフ好き。いっぱい好き。三月期イベのトラちゃんも好き。あのイベントは助手ギミックまたあって欲しかったな。期間限定で、浦淳さん助手にできる、というプチイベントっぽいのがあったりするといいですね。遠くまで行くのは自信がある。任せとけ。おや、選手ボイスを入れているということは。おお。マリサさん、あ、悪い。ちょっとツイッターでも報告してた。なるほど。こういうのはついつい報告したくなるよな。それが、あんたが俺を必要としているなら協力するよ。頼むぞ、ダッキー。風俗所イベントの背景グラフィックも好きですね。というか、グラフィックの変化がめちゃくちゃ好き。舞台を感激してても、そういうのあるよな。先日ライブで見た、アナスタシア、でもワクテカした。やっぱり舞台はいいよな。今度は現地で見たいな。旅行したいですね。観光に来てる人ら見て、羨ましく思う日が来るとはな。それが、おっと、いかんいかん。好きあらば自分語りになってるな。キャツビーイベントで一番のお気に入りは、ダーと跳ねるフィーさんだな。あれ好き。後編では2回もやってくれたフィーさん好き。フェイジャさんもやってくれて大満足です。面白かったよな。で、現在のヘイト書簡活動だけれど、インクの回収がちょっとサボり気味だな。さらなる転生研究のためにはインクが必須ですので、慢心せず貯めていきましょう。だな。まあ、フラスコイベントがあったから米の減り方がヤバくなってるんだけどな。セルフ米騒動していますね。3万以下になると動機と息切れが。どこぞの平鎮主婦ですか。あいつは燃料弾薬防機が3万以下になるといつもするらしい。その割にはここ3週間ばかりはサボりまくってますけどね。人中不活動。編集中の動画を消してしまうからだろ。元の録画データまで消してなくてよかったです。頑張れ。かしこまり。そういえば今回はバタヤンが出てなかったな。そういえばそうですね。インク400では出ませんでしたっけ。どうだったかな。覚えてないんだよな。覚えておくための動画なのに。こういうことがあったぞって報告でもあるから。震え声。震え声って言う人初めて見ました。現在の防衛協会イベントはこの会派でやってる。何ですかこの会派名。レンさん爆発しろ。ゼロというホラーゲームシリーズの登場人物たちの生態だから、つい。男はいい。必要ないのやつですね。ちゃっかり MVP 取っているやつだな。ヘミヘミの生態さんもこのシリーズに出てるんだよな。こちらもめちゃくちゃ優しい子姉だから、ぜひ聞いてほしい。美少女と出会えますように。まさかのここで片愛さんの選手ボイス。ふふ。あ、どちらでしょうか。
また会ったな。これからもよろしく頼むぞ。やめて、笑いすぎて、お腹、痛い、あはははははは。知ってるか、ゆかり。ここ、ちゃんと5倍速にしてるんだぞ。どれだけ笑ってるんですか、マスター。思い切りつぼってしまった。復活するのに時間がかかった模様。私、あの人の笑いのツボがよくわからないです。自分は萩原作太郎。何度でも言う。一人にしないでってね。おや、作ちゃんさんの転生ボイスですか？なぜ？ああ、これはな。助けないと。またすいません、三好達治っす。あの、作先生見てないっすか？目の前にいますね。よかったな、達治。俺は鈴木三重吉。前回の動画のご視聴、コメント、いいね、ありがとうございます。ありがとうございます。宣伝広告してくださった方もありがとうございます。ありがとうございます。白樺ハジンクスですが、フィーさん転生研究で途切れました。途切れたというか、フェイジャやレイニャは来てるから完全に途切れてはない気がしなくもない。あ、はい。そうやって自分を信じるのが大切だぞ。信じられるのは自分だけだ。まあ、それはそうですね。ちなみにフィーさんは録画外で花風先生が連れてきてくれたぞ。やりました。ヘミヘミ転生研究復刻はよ。気が早すぎです。あ、ゆかり。はい。そろそろお前さんのリクエスト曲が流れるぞ。やった。おや、選書 SE が流れるということは？いや、待て、どっちから突っ込めばいいんだこれ。花風先生の方では？お、そうだな。花風先生、フィーさんを連れてきてくださり、ありがとうございます。サンキューな。そして、なぜここで鈍足になったのでしょう？選書リレーで面白い展開ってやつだな。前半でも言ったけれど、太宰がシッターを連れてきたみたいな。あ、な。面白いだろ？今回はこんな感じの展開多くて楽しかったな。楽しんでいますね、マリサさん。何でも楽しんだもの勝ちなんだぜ。おっす、菊池博士だ。カンって呼んでもいいぜ。ふふ、よろしくお願いしますね、カンニキ。どんな雰囲気になってるのか、気になるよな。インク400縛りですが、選書リレーを楽しみたいのもあるのですが。単に、数打ち当たる精神でもあるんだよな。1500や4000はすぐ終わってしまって物足りないってなるし。基本、貧乏症ですので、うちのマスター。勢いでゆかりやゆずるをポチったりするけどな。この編集ソフトもそうでしたね。まだまだ慣れてなくて手間取ってるけどな。でも分かっていく過程がすごく楽しいぞ。こうやって立ち絵も出せるようになったしな。これからもよろしくお願いしますね。よろしくな。と、ここでまた選書 SE が。お、乱歩か。どうも、江戸川乱歩でございます。今後もご贔屓に。乱歩さんはそろそろカンストしそうですね。指はあったかな。私、死体を連れてくるかもしれませんよ。あ、ふふ、ふ、ふふふ。アクターさん再び、でしょうか。
俺は太宰治、みなおなじみ天才小説家だ。ダジャイザッタンゴやったんご。ふっ、これはこれでいいのでは。ニジレアで始まり、ニジレアで終わる。わしの地元愛を舐めてもらったら困るで。はい、今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。